はい、皆さんこんばんは。ボガジマジでございます。今日は2024年、8月18日でございます。で、今日のテーマですけども、こちらの鉢を覗いてみようってことですね。で、こちらの鉢が何かというと、ちょっとこれ見てわかるかもわからないんですけども、ザミオクルカスレイブンです。で、ザミオクルカスってもう今はね、100円均一でも売られてるんで、じゃあ、まあ、一部の人は目にしたことがあるかもしれないんですけども、普通のザミオクルカスは葉っぱが、緑色なんですけれども、このレイブンっていうのは、カラスの羽のように黒いということで、レイブンという名前がついております。これはね、私が、去年の、2023年の6月に、福岡の方に行った時に、久山植木さんの方で、買わせてもらいました。で、それから、何ヶ月か経った時に、ちょっとね、何かしらでダメージを受けたんでしょうね。ちょっと本体がやられてしまいまして、どんどんと葉っぱが落ちていったんですね。で、ちょっともう危険だなということで、鉢から抜いてみたらもう、こんぐらいの芋があるんですけど、それはもう腐ってたんですよ。で、これはもう、なんとか望みを託して、葉っぱ数枚と、この2本ですね。これ、2本挿し木してあるんですけども、挿し木したんですね。で、2ヶ月ぐらい前に、新芽が生え始めて、こっち1個、こうやってね、ちゃんとした葉っぱが生えるようになりました。で、こちらの方はまだ、新芽は生えてないんですけども、中の方は玉ができているのも確認してます。で、今日は、まず、この、今、このね、玉の様子、このね、玉の様子を、確認して、ちょっと上、ちょっといい感じに植え直したいと思います。で、そうですね。はい。そういうことをやっていきたいと思います。まずは、こちらの、まだ葉っぱが生えてない方をちょっとひっくり返してみましょうね。あ、皆さん見てください、これ。めちゃめちゃ綺麗な、真珠ですか、これは。もしかして、真珠ですか。めちゃめちゃ綺麗な真珠っていうか、目が生えてますよ。で、これでちょっとよし。まだ新芽が生える様子っていうのはないんですけども、透き通ったね、めちゃめちゃ、え？こんなことありますか？ちょっとよく見えますこれ。透き通ったパールですよね、これもまさに。すごい。びっくりですね、これ。今ね、私、仕事の疲れでもう帰って、ね、今寝ようかなと思ってたんですけど、思い切ってこうやって見てよかったです。ほー、なるほど。まあ、これはもう確認できたので、これはこれでよしとしましょうね。これちょっと後で埋め直しましょうね。で、今度はこちらです。これサスティで管理してますね。はい、こちらはどうかな。よいしょ。ちょっと揉まなきゃいけないかな。こちらも期待できますね。よいしょ。ん？ほうほうほう。うん。こちらもですね、球体できてますね、こういう球体が。うん。しっかり硬いですね。で、これはね、どうなってるのかと思ったら、この新芽の付け根のところはこんな感じですね。こんな感じなので、
そうだな。ちょっとね、まあこちらですね、比べてみましょう。はい。見た感じだと、あんまり変わりないですよね。で、ただこっちは新芽が生えてると。新芽がどう生えてんだろう。こう。こうでいこう。こうですね。こうですね。なんか、今こうやって新芽生えてますけども、これ以上なんか進展しそうな気配はないですね。で、こっちはこうなってるか。なるほど。わかりました。はい。じゃあこれね、また埋め直して、またね、ちなみに水やりなんですけども、サスティに完全に任せてます。これが真っ白になっ、黒くな、真っ白くなって、だいたい1日置いたぐらいで、水をあげるような感じですね。そうか。まあ、意外とね、こっちがね、もっとこの辺がわっさーっとしてるんかと思ったんですよ、この辺がね。わっさーっとして、新芽が出かけてるんかなと思ったんです。新芽はこの1個だけですね。で、逆にこっちの方は、新芽は入ってないですけども、これだけ玉がしっかりしてるんで、すごい期待できるのは、感じ取れました。はい。じゃあこれをね、もう、まあ、ただ今日はこんだけの話、動画ですね。よいしょ。まあでも、ね、こんだけ元気に育ってくれてると、すごい元気が湧きますね。うん。こんな感じにして、入れていきまーす。埋めていきます。よいしょ。はい、よいしょ。で、今日の BGM は、相変わらずブリーチですね。皆さん BGM の略ってわかりますか？バックグラウンドミュージックですよ。知ってました？まあ私はね、今ね、何だったっけと思って、BGM、なんだっけなと思ったら、はい、バックグラウンドミュージックですね。こういう作業するとき BGM 大事ですよね。お、いい感じかな。ちなみに葉刺しにしたのが3枚ぐらい、6枚ぐらいか、6枚ぐらい葉刺しにして3枚ぐらいはコブができたんですけども、全滅でした。やっぱ葉刺しの方はちょっと難しいのかもしれないですね。挿し木の方が、成長しやすいのかもしれないです。まあ、それはちょっとわかんないんですけど。で、これで、水をあげていきましょう。で、サスティを。
サスティよサスティ。ちょっと水あげましょうね。はい、こちら水です。メネデールをキャップ1杯入れてます。これ量が、1リットル500。だいたい400ミリリットルぐらいの水に、キャップ1杯のメネデールを入れてます。こうやってよく混ぜて、で、揚げていきます。たっぷりあげましょう。ピー。よし。はい。はい。と、以上で、この動画は終わります。